こんにちは。まあ YouTube はね、収益化するっていう話ですけども、まあ YouTube がね、日々の暮らしを収益化させてくれますね。その情報発信が誰でもできるようになってからというものを、そのテレビとかラジオとか雑誌みたいな情報発信をしてお金に換えるってものが、私たち一人一人の中にも入ってきたわけですからね。だからその情報発信しない手はないかなと思ってるわけなんですよ。で、私も動画をたくさん撮ってますけども、大体そうですね、1万本超えたあたりから万単位の収益が入るようになりますんで、まあ、まだね、YouTube 始めてない方は始めていった方がいいんじゃないかなと思います。そして YouTube に上げるためのネタがないって方がいらっしゃるんですけども、いやもうネタがなかったらね、なんていうんですかねないことはないと思うんですけども、まあ、掛け算の九九でも喋ればいいんじゃないですかね。それも必ず再生されると思いますよ。あとそうですね、あいうえお、ゆうえおは、うえおは、えおはい、おわいうえみたいな、なんかよくある発声練習みたいなやつとかね、あとこうお茶がある、このお茶が4割引きっていうね、シールを貼ってるの、これいただきます。私はね、菓子パンを食べてるところだけのその動画を何本か上げてるんですけども、これでも30万売れますからね。いや、これだけ聞くとびっくりですよ。菓子パン食べて30万売れる方法みたいな感じで動画を撮れるのは、で単純で私がね、パンを食べてるところ動画撮ったら、なんかそこでアクセスが100ぐらい起きて、その中の一人が速稼塾買ったみたいなね。いや、そういった形なんですよ。だから何がきっかけになるか分かんないんですよね。昔からよく言われることですけども、今付き合ってる彼女と知り合ったのはどこって言うからね、図書館に行って上の方の本を取ろうとしたら、こっちの人もね、本を取ろうとして手がこう触れたみたいな、そんなきっかけがあったりとか、こう急に雨が降ってきたんで、その軒先にパーッと走っていったらね、その雨宿りしてたら同じように走り込んできた女の子と目があって、あ、雨すごいっすねみたいな感じから始まって、なんかお付き合いするようになったとかね。まあ現実にはそういうことはないんですけども、とんでもない美男美女でない限りね。まあでも、きっかけをいろんなところにログを置くっていうんですけどね、ログを残しておかないと、まあ、きっかけすらなければ何にも起きないと思うんで、今日も YouTube 撮り始めるって感じですよね。で、ここまで見ちゃったでしょ、だからこれなんですよ。いってらっしゃい。